マグナインターナショナルはカナダの自動車部品メーカーである。創業者、フランク・ストロナック・オーストリア出身のカナダ移民、フランク・ストロナックにより1957年に設立され、自動車部品業界の連結売上げでは、ドイツのボッシュ、ドイツのコンチネンタル、日本のデンソー、ドイツの ZF に次いで世界第5位の規模である。2005年の連結売上げ高は、 約2兆6000億円、22カ国に224の生産拠点と60カ所の製品開発エンジニアリングセンターを持つ。従業員数は約8万2000人であり、本社所在地はトロント郊外のオーロラ市。商品の納入先は、ゼネラルモーターズ、クライスラー、フォードモーター、BMW、フォルクスワーゲンなど、米欧の主要自動車メーカーが中心であるが、 近年日本や韓国車メーカーとの取引を拡大している。また、ブリックスや東欧など新興国への投資にも意欲的であるとされる。生産品目はシート、メタルボディ、シャーシ、クロージャー、エレクトロニクスと多岐にわたり、グループ全体の部材を集めれば完成者を作ることができる製品群となる。2007年、 ダイムラークライスラーのクライスラー部門の買収に名乗りを上げたが、この買収に成功したのは、投資会社、サーベラスキャピタルマネジメントであった。2009年、ゼネラルモーターズの欧州部門を、ロシア貯蓄銀行との企業連合により買収することが決定していたが、その後 GM が売却を行わなかったため、白紙撤回となった。マグナインターナショナルの子会社として、 オーストリアの自動車製造会社マグナ、シュタイアがある。同社では、クライスラー・ボイラーや BMWX3 などの乗用車を製造しており、年産規模は約25万台に達する。同社の2006年の売上高は44億ドルと、売上全体の18%を占める。部品メーカーによる完成車生産には、ホンダ系の八千代工業の例などがあるが、独立系製造会社が、 複数企業向けに年間20万台以上も製造しているのはマグナシュタヤのみである。同社は高度な生産技術を有しており、米調査会社の JD パワーにより、米市場向け工場の中で最も不具合の指摘が少ないとして欧州地域の最優秀賞を授与されている。ありがとうございます。